オラ、今日はサンペドロからサンマルコスにやってまいりました。あの船に乗ったらもう一律25ケツアールだと思って、ちょっと高いなと思ってたんですけど、サンペドロからサンマルコスは、10ケツアールでしたね。はい、まあ、なんで多分距離によって若干料金が変わってくるのかなと思います。さてサンマルコスはあのお目当てはアラミゴー、ほら ここではですね、特に見たいものとかあるわけではなくて、ちょっとね会いたい人がいるんですよね。日本人でここに住んでいて、日本食レストランを経営している聖子さんに会ってみたいなと思ってやってきました。定休日でいないとかね、そういうことがないといいんですけど。それでは行ってみましょう。なんか他の旅人から聞いた話ですと、もう20何年間聖子さんがやっていた今までのお店はもうちょっと取り壊して新しく建て直しているところだという話を聞いたんですよね。まあ一つの転機というタイミングでもありますし、非常に濃い方のような雰囲気、ちょっと濃い方じゃないかなと、ちょっと一度ね会ってみたいなと思ってきましたけどね。別にどこにあるのかとか全然わかんないんですけど、まあ、小さな町だということなんで歩いてればたどり着くだろうと思っております。サンペドロに対してね、サンマルコスは本当宿泊とかも全然なくてですね、少ないんですよ。まあ、ですけどね、できれば最低でも一泊はしたいとこなんですけど、はい、ちょっとね状況を見ながらです。私全然わからないで来ましたけど、このお店のリオープン初日らしいですよ。新装開店初日に来ました。しかもオープンから1時間ちょっとしか経ってないということで、非常に運がいい。なんか生演奏もありそうです。楽しみに。
にかく新装開店で、あのアジャラ日本食レストランはもう大回転だったんで、あの一旦私も出まして、また改めて聖子さんにご挨拶したいなと思ってます。しかしね、サンマルコは全然サンペドロとかとまた全然雰囲気が違いますね。なんか家族みたいに結構みんなとすれ違うたびに挨拶したりとか、声かけ合ったりとか、なんか町というより村みたいな、結構ヒッピー色が強いっすね。でもうみんな知り合いみたいな、そういうコミュニティがちょこ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 あって、あと意外だったのは、まあ、聖子さんがいるっていうのもあるんですけど、他にも日本人のコミュニティが結構ありますね。思ったよりも日本人がいる。でも旅行者というよりは結構長期の旅行者か、もう現地に結婚して根を下ろしてる人、そういう方々がいますね。また独特な雰囲気です、サンマルコスは。さあ、サンマルコスなんですけれども、ブッキングドットコムでの情報が非常に少なくて、よりドローカルなんですかね。なんか ATM も1年前に入ったばっかだとか、ローカル色強い街なんですよね。なんでネットで宿を予約できなかったんで、まあ居心地もいいですし、まあ、少なくとも一泊はしようと思うので、珍しく久しぶりに、自分の足で宿を探したいと思います。ホテル見つけたんですけどね、一泊75ケツール1200円ぐらいですかね。それでプライベートルーム、まあ、やっぱ安いですね。あるにはあるんだと。ただあの満室らしいんで、はい、もうちょっと探します。3軒回りましたけど全部満室ですね。やっぱ人気あんのかな。まあでもちょこちょこね、ホテルはあるんで探していきます。ました、いい宿。もう中心地ど真ん中で、もう船着き場からもう徒歩5分で、一泊相部屋で100ケツアールなんですけど、あの何よりもカードが使えると。今回あの現金あんま持ってこなかったのと、まあ、盗難予防のためにといいますか、あのキャッシングできるカードも置いてきたんで、なんでかなりねカツカツの旅なんですよ。ただカード使えるところだったらいいんですけど、このアティトランコ周辺はかなりねローカル色強いので、カード使えないところとか多いんですけど、ここはね使えるんですよね。なんで限られた現金を節約して、行けるということで、ここに決めました。あのロケーションもいいし、まあ安いですしね、Wi-Fi もサクサクだし、ちょっとねあのキッチンもついてるんで、そこら辺の、ね、現金の節約もできますし、いや良かった。宿泊のね収まりどころがあるっていうのはねありがたいです。サンマルコスの初日全てが完璧でした。聖子さんにも会えて、リニューアルオープンの初日を記念すべきね、リニューアルオープンの初日を一緒に迎えられて、いろんな方ともお会いできて、宿もチェックインできて、すべてがね、完璧だと思った、その最後の最後に
事件は起きました。ご覧ください。部屋に入る鍵が折れました。今私は部屋に入ることができません。で、しかもですね、ここのオーナーは別に家があるみたいで、荷物を持ってまた明日ねみたいな感じで去ってったんですよ。だからスタッフがいないんですね、このホテル。幸いなことに同じその入り口を共有する他のゲストがいるんで、そのゲストが帰ってくるのを待つしかないですね。衝撃です。まあ不幸中の幸いがもう一つあるとすれば、エントランスのね、鍵は折れなかったということで、ガーデンの中には、まあ、敷地内には入ることができるんですよ。ただ屋内に入ることができない状態です。まさかですよね、鍵が折れるって。ホテルで鍵が折れるってちょっと初めての経験ですね。クレイジーニュースですよ、これこそね。14年間まかないを作り続けてた。それがね、何より私14年間店をやったことよりもすごい気がするんですよ。あ、なんか来た、また。うん、うん、いや、